こんにちは、ノアです。本日は前回のこの魔法陣の球体を作りたかったんですが、見事に失敗しまして、これなんかゴムボールみたいな感じになっちゃったので、ひどいんですよ。ほら、あ、私これデジャブかも。こんなこと前にもあった。わ、なんか、ゾクッとした今。はい。というわけで、これをまたちょっとリトライして作っていこうと思います。綺麗にしておきます。この周りに行き渡らせることによって、着色したレジンがむき出しにならないので、綺麗に見えると思うんですよ。じゃあちょっと気泡を飛ばして、硬化していきます。で、使うのはビトラーユのディープブルーです。ディープブルーとは言っても、ちょっと紫がかってるので、魔法使いっぽい色かなと思って。はい、そんなこんなで硬化してきました。ちょっとレジンを少し流して、月、こういうキラキラした月のシートを、月を入れて、ホログラムを入れていきます。加減がわからないんですよね。はい、ではこれで硬化していきたいと思います。またレジンを流して層にしていきます。でプログラムをちょっとだけ足していきます。はい、ではこれで硬化していきます。はい、では硬化してきたので、ここにいよいよ着色をしていきます。はい、一旦これで硬化してきます。なみなみ入りました。これを硬化していきます。取り出していきます。緊張する。おー、すごい綺麗。あ、今回うまくいった。ちょっと心配なので、こっちに置いといて置きます。で、ここに魔法陣を入れていきます。こうですね。ドッキングさせます。これ半球モールドだからって、こうやってドッキングさせたからって深淵になるとは限らないんですよね。分かってます。これでちょっと硬化してみます。硬化してきました。こんな感じです。でも深淵じゃないですね。やっぱりちょっと楕円になってますね。こんな感じです。前回よりはマシですね。ほら、しかもなんか気泡が出てきてる。え、さっきまでなかったのに。めっちゃ気泡入ってる。なんでだろう。え、なんでだろう。バリを取る工夫をして、ヤスリがけして、で、していこうと思います。粗めのヤスリ
あの紙やすり、今は、細かく削れる紙やすりに移行したところです。ただこれ見ると800なんですよね。ツルツルにするには1000が必要なんですが、手元になくってどうしたもんかと思ってるんですね。まさかこのまんまってわけにもいかないですし、そこで私は考えました。はい、出来上がりました。これヤスリでこう削ってピカピカにしようと思ったんですけど、紙ヤスリって粗めにするものとツルツルにするものっていうなんか段階があるんですね。それのツルツルにできる一段階前までしか持ってなかったんです。だから結局レジンでまたコーティングしました。なので深淵じゃないです。まあでもこれはこれで自分ではありかなと思います。ちょっと理想通りな感じができたかなと思います。占い師みたいに。で、裏は月です。こっちは裏流れ星です。ああ、でも成功してよかった。これレジンめちゃめちゃ使いますね。知らなかった。この半球モールドを合体させることがこんなにもレジンを使うなんて、ものすごいびっくりです。これ大容量入りじゃないと足りないですね、本当に。この半球モールドを使うときはもうレジンをたくさん用意しておいてください。では半球モールドで玉を作ってみたでした。はい、ご視聴ありがとうございました。またねー。